おはようございます。波動コンサルタントの桑名正則です。それでは朝の祝詞を始めていきましょう。一番リラックスできる姿勢をとってください。そして、軽く目を閉じてください。そして鼻でゆっくり深呼吸をしていきます。鼻からゆっくり息を吐き出して、鼻からゆっくり吸っていきます。呼吸をするごとに体中がどん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 リラックスをしていきます。それでは右手をそっと胸に添えてください。そして頭と心と丹田がまっすぐに揃っていて、体全体が黄金の光に包まれていると思ってください。頭と心と丹田がまっすぐに揃っていて、体全体が黄金の光に包まれていると、そう思ってください。そしてその黄金の光の中で自分の体の重みにゆったりと身を委ね、ゆっくりと深呼吸を続けながら、この後の祝詞をただ聞くだけでいいので、それを聞いていってください。それでは始めていきます。今日あなたは奇跡の一日を経験する。今日あなたは奇跡を目撃する。今日あなたは今まで気がつかなかった愛に気づく。今まで気がつかなかった才能に気づく。今まで気がつかなかった能力に気づく。今まで気がつかなかった価値に気づく。それらは今までもあったもので、ただ今までのあなたが気づかなかっただけ。愛も才能も能力も価値もあなたにはある。奇跡はあなたのすぐそばにある。今日あなたはそれらに気づくアンテナがあなたにそれらを見せてくれる。昨日までのあなたが大きな成果を出してきたとしても、逆に大した成果を出せていなかったとしても、あなたはまだまだこんなものではない。あなたの人生はまだまだこんなものではない。あなたに奇跡の一日をもたらすのは、あなたがあなたを信じる力。あなたはあなたを疑わなくていい。あなたはあなたを信じてもいい。あなたは素晴らしい。あなたには価値がある。あなたには無限の可能性と才能がある。今日あなたはポジティブなあなたを分かち合い行動し、ネガティブなあなたを許し受け入れる。そして今日あなたは奇跡の一日を経験する。あなたは奇跡を目撃する。奇跡はあなたのすぐそばにある。あなたは黄金の光に包まれて、口角を上げて深呼吸をし、今日今この瞬間からあなたはあなたが本当に生きたかった奇跡の一日を始める。それではもう一度鼻でゆっくりと深呼吸をしてください。そしてゆっくりとご自身のペースで目をお開けください。それでは今日も一日素晴らしい一日になるようお祈りしておりますので、ぜひ今日を楽しんでください。頑張ってください。